今日の題材は難関代入試演習ということで定積分の計算です。範囲は数三ですね。それではやっていきたいと思います。ログの1たすタンジェント x の0から4分の π の定積分ということで、馴染みはある関数ですけど、実際にこの定積分となるとちょっとそうですね、ログが入ってて、この形だとなかなか手強そうですね。実際にやってみるとできないっていうことがわかるんですけど、やってみてできないから、定積分原子関数が求まらないかっていうことはちょっと証明としてはね、しっかりとできてないですけど、でも通常通りのその方法で、つまり置換積分と部分積分を用いて、例えば、x のダッシュみたいな形にしてかけるログ1たすタンジェント x みたいな形で、タンジェント x の方をこのログの方を微分に回すみたいな形で、部分積分をしてもなかなかできないというか、より複雑な形になってしまって、詰まるってことですね。三角関数が出てるやつはタンジェントを2分の x を t とく方法なんかもあります。いろいろ知ってるとね、それだけ試すことは増えるんですけど、単にその時間を無駄にするだけで終わってしまう可能性があります。そういう意味でちょっとハマりやすい問題かなと思います。この形にも、より式が複雑になって詰まるんですよ。もちろん万能な方法ではないので、ログが入ってるんで、ね、三角関数だけだったら試す価値はあると思うんですけど、ちょっとやってみて無理だなと思ったら潔く引き下がる方法も必要かなと思います。で、この種の問題は定積分の中には、原子関数が求まらなくても定積分自体の値ですね、それは求まることがあるといったことを知ってるかどうかで決まるかなと思います。ある種のある区間の本当に限定された定積分になるんですけど、その定積分の値は原子関数を求めなくてもたまたま求まったりするといったことがあるってことですね。なんとなくその感じがするみたいなことが問題から感じられる人はいいんですけどね、そういう嗅覚みたいなのが、あるっていうか、なんとなくそういうふうに感じられたとかっていうことが大きいと思うんですけど、例えばちょっと問題を変えて0から π までの x sin の x dx といった形の定積分を考えてみると、これは x イコール π マイナス t っていうふうに置いてあげます。そうすると、π から0までの x イコール π マイナス t の f sin x、 sin x は sin π マイナス t なのか sin t なんですよ、これね。で、dx のところにマイナス dt が入るので、こんな風になります。そうすると、この符号と入れ替えたのとこれで相殺されて、0から π までの π マイナス t の f かける sin t。dt と、で、結局 π 外に出すと0から π の、f sin t dt マイナス0から π の t f sin t と、で同じものが出てくるんですね、ここと。だからこの値を i とけば2i イコール π の0から π までの f sin t dt となって、この積分計算すれば i の値が出てくるんですよ。2分の π の0から π までの f の sin t dt。このような定積が求まる問題みたいなのがあります。こういうのね、知ってるかどうかで決まってしまうかなと思います。で、要するにこの置き方の類で考えると、この0から π までのところを π マイナス t と置いてあげて、逆からこう計算してあげるんですよ。で、それに類似で考えると、習って考えると x イコール4分の π マイナス t って置いてあげるとうまくいくんじゃないかなっていうことですね。実際そうなんですけど、ちょっとここは一旦消して計算をしていきましょう。ちょっと計算途中は確信ではないと思うんですけど、なんとなくこうかなっていう感じで進められればいいということです。はい。で、これは、t イコール4分の π マイナス x というふうに置くということですね。
で、積分範囲は考えると x から、0から4分の π に対して4分の π から0と。で、この定積分の断面は4分の π から0まで1たすマイナス dt、 このマイナスとここの部分を上端と下端をひっくり返すことで相殺して0から4分の π に戻します。でログの1たす、タンジェント4分の π マイナス t は加法定理で展開ですね。だから1たすタンジェント4分の π かけるタンジェント t 分のタンジェント4分の π マイナスタンジェント tの dt ですね。 dt のところはプラスに直しました。で、加法定理を使って展開をした後に、積分をします。でログの、1たすですね、ここ1たすタンジェント t 分の1マイナスタンジェント t ですね。だから1たすタンジェント t を足してこう積分することになるので、0から4分の π までのログのこのタンジェント t が消えて分子2が残りますね。つまりログの1たすタンジェント t 分の 2dt ですね。したがって0から4分の π のログ2マイナスログの括弧1たすタンジェント t と。つまりこれは、4分の π かけるログ2です。これは通常の積分で、ログ2を0から4分の π 定数関数ですね、それの積分だからこうで、マイナス0から4分の π のログの1たすタンジェント t と。でこの部分がもともとのその、この積分を i というふうに置いた時の同じものがここに i というふうに出てきてるわけです。したがって先ほどね sin の時にやった、2i イコールの形になるってことですね。したがって、2倍の i イコール4分の π かけるログ2という式が成り立つので2で割ってあげて8分の π ログ2というふうになって答えが出てきます。これが答えです。はい、まあとりあえず最初は何か教科書にある定積分の解法ですね、部分積分とか置換積分によって、まあ計算を試みるもんですけど、まあ、無理そうだというふうに判断して、まあなんとなく、定積分でその原子関数が求まらなくて求まるタイプかなっていうことに気がつかないといけないですね。タイプの見極めがいかに早くできるかっていうところが、まあ、ポイントになるかなと思います。この計算で時間を潰したら他の問題が解けなくなってしまうので、まあこういったね、定積分の問題誘導ついてることが多いと思うんですけど、誘導がなかったら通常の方法で計算した時に、まあ、無理そうだなっていうのを気がつくかってことですよね。まあなんとなくその、嗅覚みたいなのが感じられるといいかなという気がします。はい、今回の授業は以上です。ご視聴ありがとうございました。